今日はですね、キャンプで使う夜間について、紹介していきたいと思います。で、やっぱりキャンプに行くとこういうコップにですね、コーヒーを注いで、まあ、ちょっとゆっくりしようかなということもあるかと思います。普段私がですね、キャンプをしている時、アウトドアで、よく使っているコーヒーを入れるツールをまずご紹介したいと思います。こちらが、よくあるですね、コーヒーの豆を挽くツールです。ここにつけてこうゴリゴリやると、そういうものですね、はい。それからこちら、モンベルのコーヒーフィルターなんですけれども、何回も使える、洗って、何度でも使えるというそういうフィルターです。このように左右に箸を通してマグカップの上に乗せてあげると、ここで、粉にお湯をかけれるというそういう何度でも使えるフィルター、コーヒーフィルターです。はい。で、一番のポイントは何かっていうと、やっぱりですね、ここで、コーヒー豆をこうゴリゴリとすったものをここにザーッと入れてあげたところに、お湯を注ぐわけですけども、やっぱりコーヒーの豆にお湯を注ぐという時にはやっぱり細いお湯を少しずつちょろちょろと注ぐということをしたくなります。で、それが結構難しくてですね、専用のそのコーヒーを作る専用のポットを持ち歩けばいいんですけども、やっぱりかさばるということもあって、何かで代用できないかなということを、考えてました。まず最初にこういうただのマグでお湯を沸かして、それをこうジャーッとやってやるということを考えたんですけれども、さすがにジャバジャバと出ちゃうわけですね。なので、ただのこういうこうオーバルな口のものにお湯を沸かして、ちょっと少しずつお水を出せばいいじゃんと思ってやるとだいぶ難しいということが、分かりました。なので次にですね、このようなポット、やかんですね、このようなやかんを買いました。これはコールマンのパッカウェイケトル 0.6 リッターというものです。で、これがですね、結構よくできてるんですけれども、ハンドルも立ったまんまにできたりとか、あとこの蓋もですね、ここに引っかかる、縁に引っかかるので、ぐーっと傾けてもなかなかずれて落ちていかないとか、よくできています。で、これでお湯を注いでみたんですけれども、やっぱりちょっとここの口径が太いというのもあって、わかりますかね、ここの口径がちょっと太いので、このままでもちょっとジャバ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 と結構な勢いで出ちゃうんですね。なので次にさらにですね、考えたのが、こういったものです。こういったものですね。はい。これ何かというと、キューススキッターという、パール金属さんが出している、そういうこう金属があるんですね。で、本来は、これ急須の内側に入れて、急須からお茶がたくらないようにするためのものなんですけども、それをちょっと独自にですね、加工しまして、ちょっと下とここを曲げたんですね。このパッカウェイケトルの内側に、こう差し込んでやると、そうするとですね、これでいいかな、こういうふうに、ちょうど上手にはまります。こんな感じですね。よっ、いるかな。ここに、引っかかって中にギュイーンと入ってって、この出口のところでピッと出てると。で、こういう状態にして、で、注いでやると。こうですね。こういう状態でこう注いでやると。で、これも結構上手に注げます。細くも出ます。なんですけども、こう注ぐとですね、こう円を描くように注ぐわけですね。で、円を描くように注ぐと、こう進んだ時と下がっていく時で、ここから出るこう量がですね、どうしても変わっちゃうんですね、やっぱり。で、まあこれでやるのもいいですけど、どうしようかなと
もうちょっと、もうここをこうなんか加工するとかなんかしないともう無理かなと、これ以上上手に出すのは無理かなと思っていたところにですね、最近、こういったものが発売されました。これは MSR というアウトドアメーカーが出しているアウトドアキャンプポットピカ1リットルティーポットというものです。これ最近出たみたいですね。昔こういうケトル探してた頃はなかったと思うんですけども、おとといネットで調べたらちょうどこういうのが出てきたんで、これいいやと思ってちょっと買ってみました。で、これはバッカーケトルと並べるとですね、よくわかるんですけども、サイズが一回り大きいですね。で、こいつは1リットル、最高で1リットル、こいつは最高で600ミリリットルということなので、まあほぼ倍近いぐらい入るんですけど、まあサイズ感的にはそんなに大きく変わりません。で、よく見てほしいのがですね、この出口ですね、この口なんですけども、並べるとわかるかな、ものすごい差があります。こんだけ差があるんですね。こっちの方が全然太いです。こっちの方が全然細いです。しかもこの口先よく見てほしいんですけれども、とんがってるんですね、ここが。で、こういうふうにですね、とんがった加工をしてもらって、かつここちっちゃいので、これかなりですね、細くお湯を注げるんじゃないかという希望が持てます。これちょっと水で試しにちょっと出してみたいと思います。で、蓋なんですけれども、3箇所こういうふうに出っ張りがあってですね、その出っ張りでこう置いておくと、これこうしても全然蓋落ちません。よくできてます。というわけで、早速ですね、実験してみましょう。まずコップを置きます。ここに注いでみますぐらいでいいかな。コップを置きます。で、パックアウェイケトル with 吸水スキッターに、まずお湯を、よいしょ、お水をですね、代わりにちょっと試しに入れてみます。で、よいしょ、こうして、これで映るかな。これで、お水を出したいと思います。よいしょ、こんな感じですね。で、こういうふうにこう円を描くように、こういうふうに注いでいきます。さて、次はですね、この MSR の方のポットで試してみましょう。よいしょ。こっちの方がこう垂れてる水がスムーズですよね。滑らかに出てる感じがしますね。このぐらいの高さがいいか。というわけで、今日は MSR の新しい、ティーポットの方を紹介させていただきました。お湯をこう注ぐと、コーヒーに、お湯を注ぐということにだけ考えれば、かなり高性能ないいものかなと思います。まあ、名前もティーポットというくらいなので、お湯を注ぐことに特化したものなのかなとも思います。なので、まあちょっと大きさはね、こちらの、パックアウェイケトルよりも一回り大きくなりますけども、まあちょっと次回、
アウトドアでコーヒーを飲もうという時にはやっぱりこの MSR の方を持っていこうかなと思っています。以上です。ありがとうございました。